パナソニックルーロルーローの三角形ルーロはパナソニックが製造・販売するロボット掃除機である。パナソニックは同社初の民生用ロボット掃除機ルールシー、r s 1を2015年に発売したルーローの三角形に基づいた独自の本体形状とした。2017年12月にはパナソニック千葉工業大学産学連携センターを設立し、 千葉工業大学未来ロボット技術研究センターが開発したセンサー情報を用いた高速空間認識技術スカンスラムを活用する次世代ロボット掃除キルールシー r s f 線の製品化した。松下電気産業は2001年に開発中のロボット掃除機を公開した。売価は何としても50万円以下にしたいとしていた。翌2002年には世界で 初めてのセンサ融合型自律制御システムを搭載した改良機で実証実験を始めると発表した。旧ゴミ式ではないが2009年にも、定人が前年より商業生産を始めた超極細ナノファイバー、ナノフロントを用いた試作ロボット掃除機、吹き取り虫を発表した。別売周辺機器海外使用品。ありがとうございます。